もうどんどん時代が進化するたびに奪われる仕事の方ももちろんおられるでしょうけど、まあ、今回のこの動画をちゃんと理解して実践できる人っていうのはむしろ時代が進めば進むほど儲けやすくなっちゃうんですねっていうことがまあ起こってしまうのかなと思いますと。What's up, everybody? 今日は2023年6月16日ですね。この動画では事業多角化がうまくいく方法について解説していこうかと思ってるんですけども、かなりニッチな内容になるんで、まあ誰が興味あるだと、興味がある方が少ないであろうと思いながらも解説をさせていただこうと思ってるんですけども、ツイッター上でですねコメントをいただいてですね、まあ、北川さんがなんでいろんな事業をやってうまくいってんですかみたいなコメントをいただいたんで、まあ、その方法興味ある人いますかってことで呼びかけたら、まあ、ある程度の方がですねコメントで聞きたいですということで言っていただけたんで、まあ、久々に YouTube の投稿でもやってみようかなということで今日に至っておりますと。でただですね一つの事業をうまくいくだけでも、まあ、なかなか難しいって言われますよね。1割程度しか事業はうまくいかないって言われてる中で、うまくいってる事業を残しながら次の事業ということで多角化していくっていう話になるので、まあ、対象となる方がかなり限られた内容になるかと思うんですけど、まあ、ご興味ある方はぜひどうぞと。でそれとですね久々の YouTube 投稿ということもあって、近況報告もまた長々とさせていただくんですけども、まあ、興味ない方はですね僕の近況報告興味ない方はぜひ飛ばしてノウハウの部分だけ聞いていただいたらいいんですけど、近況報告としたらですね今日も自宅からお届けしてるんですけど、自宅が今月から変わってますと。でもともと姫路駅の近辺に住んでたんですけど、でまた今の自宅もですねまた姫路駅の近辺なんですけど、元の自宅を残しながらまた自宅をもう一個増やしたみたいな感覚で、今いるという状況なんですけど、もともとが自宅兼事務所でですね、もう当初ですね13年前に起業したんですけど、13年前の時はスタートから、まあ、自宅と事務所は分けてたんですけど、まあ、クラウド化がどんどんその時代とともに進んできて、うちの会社も10年ぐらい前からですねもう完全に、まあ、クラウド化されててですね、もう在宅勤務のスタッフばっかりになったんで、まあ、通勤する意味ないよねと、はい、本社いらないよねみたいな感じで自宅兼事務所にもう10年前ぐらいにこう合流してしまってですね、でそこから10年ぐらいは自宅兼事務所でやってたんですけども、まあ、小さい子供もできたことでですね、まあ、書類がごちゃごちゃになっても嫌ですし、そうですね、まあ、ビジネスの場とプライベートの場を、まあ、改めて分けた方がいいかなということとですね、まあ、もうちょっと広いお家の方がいいかなみたいなことで、ある程度広めのお家をですね、はい、自分の中では広めのお家を、まあ、中古で買わせていただいて、それをフルリノベーションしたと。でもう床から天井から何から水回りから全部変えたっていうような感じのフルリノベーションをしましたと。はい、でそうですね、まあ、その辺のこともツイッターだったりフェイスブックとか見ていただいてる方は、はい、まあ、ちょこちょことは近況報告してるんですけど、 YouTube の方はですねまあ、かなり久々の内容になってると思いますけど、でまあ、かなり打足で本題に入る前にめちゃくちゃ前置き長すぎる話になるんですけど、本当は新築のマンションを買おうかと思ってたんですよ。今いる僕がいる、まあ、この自宅のマンションの近くにですね新しいマンションが建つんですけど、そこがですね自分が求めてる面積のその場所を買おうと思ったら1億数千万するって話 で姫路で1億超えるってなかなかの物件なんですけど、まあ、それはさすがにバブリーだなと、まあ、要はそこまでの価値が僕にはちょっと今は見出せないなということで、もうそこの本当にすぐ近辺もう2個隣みたいなところにあれですね、まあ本当に半値以下でですね買えるような物件があったんで、まあ、そこをフルリノベーションして新築のように住んだ方がまあなんか気分いいなということで、そうですね中古のマンションを購入して、もうフルリノベーションして、今に至ると。はい、そんな感じでもう何もかも新しくて、はい、気持ちいい中で、撮らせていただいてますと。はい、でそれとですねその自宅兼事務所を引っ越したっていう時にですね合わせて姫路駅の近辺にいくつか拠点があるんですけど、そのうちの4拠点をですねもういろいろなものを引っ越ししていたということをやってますと。そうですね、まあ、まさにこの事業多角化の話にもつながっていくんですけども、まあ、いろいろ事業をやっていく中で、そうですね、事業の数も増えてきてですね、その内容だったりその、まあ、人員配置だったり物の配置っていうのを、まあ、この度でちょっと最適化をさせてもらってですね、まあ、かなりその経営力っていう意味では今月からかなり上がったんじゃないかなと
というようには思ってますと。はい、まあ、そういう4拠点リレーで引っ越しをしてるとかですね、あと派遣業の事務所を賃貸だったもの、これも YouTube の過去の YouTube の動画に載ってるんですけど、賃貸 の, そうです、物件をあれですね、派遣業をやるから借りましたよと、そこで開設しましたよみたいな動画もあるんですけど、そこの物件をもうちょっと短かったんですけど、もうそうです、解約してしまって、新たにですね物件、不動産を購入して、そちらもちょっとフルリノベーションを今やってるところですと。はい、でそうですね、飲み仲間の東さんに、はい、塗装をいただいたりとか、コンサル先のお客さんにですねご協力いただいて、いろいろ工事が今進行中ですと。でそれとですね、まあ、合わせてその移動支援っていう事業も新たにやろうかなというふうに思ってますと。まあ、今回サムネの中に社会福祉っていう業が1行入ってるんですけど、まあ、その社会福祉の中に含まれる事業ではあるんですけど、今僕はグループホームですね、障害者グループホームをやってて、それに関連するような事業になるという形なんですけど、ただこの移動支援というものが全く儲からないと、なんでやる、まあ、事業的にはビジネス的にはなんでやるんだっていうレベルのことを今からやろうと思ってますと。はい、もうそうですね、明らかにやる前から赤字確定の事業に突っ込んでいきますと。はい、で、まあ、本当にですね、もうこれ要は障害をお持ちの方 の, その移動を支援するというまさに言葉の通りの事業なんですけども、まあ、全然儲からないんですよね。国の制度設計自体がおかしいんで、なかなかやるところが少なくて、で、まあ、善意なりですね、福祉の精神をお持ちの企業がですね、まあ、姫路にも何社かおられて、もともと移動支援されてたんですけど、そこがコロナ禍でもほぼ、まあ、撤退されちゃったんですよね。ということもあって、障害をお持ちの方の移動がかなり姫路市でも多分全国的に同じ状況だと思うんですけども、まあ、限られてるという状況になってしまって、まあそうですね、もう僕も姫路でいろいろやさせてもらって、儲けさせてもらってるんで、まあ、これぐらいはちょっと貢献しようかなというところで、新たにですね、不動産も、まあ、そのために用意して、これからですね移動支援という事業もやっていこうかなというところもありますと。はい、また多角化が1個増えるという状況なんですけど、まあ、それとさらにまた多角化が今最近からですね、2ヶ月前から怪しいビジネスを開始してますと。で今ですね、ここに首に下げてる、はい、このアルファネスという、はい、まあ健康ネックレスという読んだらいいんでしょうけど、はい、そういう商品を今やる総代理店を始めてますと。で、これがですね、まあ、怪しいビジネスってことで何度か投稿して、で YouTube でもですね、ライブで会議の様子だけちょっと一部ライブの切り抜きなりアーカイブに入れてるものがあるんですけど、まあ、それ興味ある方は見ていただいたらいいんですけど、まあ、これですね、まあ、すごいビジネスに今発展していってますね。で自分が想定した以上に早く大きくなっていってしまってると。でだんだん怪しくなくなってしまってるんです。でその代わり申し訳ないビジネスになってるのかなと。でこれがですね、すごすぎて、まあ、またこれも動画で言いまくるとまた怪しい方に傾いちゃうんですけど、まあ、あんま言わない方がいいんですけど、これつけるだけでですね、もういろんなものが良くなっちゃうんですよね。でこれ今僕映ってる姿も多分ちょっとシャープになってるかと思うんですよね。で YouTube とかもこれ過去無加工でやってますけど、もうかなり痩せてきてます。で痩せる器具じゃないんですけど、脳をですね、脳や神経を整える、自律神経を整える機械なんですよ。でなので自律神経が整うことで基礎代謝が上がったり、筋肉に張りが出てです、まあ、基礎代謝が上がることでおそらく痩せてるんだろうと思うんですけど、緩やかに体重が落ち続けてると、はい、いう状況になってますと。もうベルトの穴も3つ4つ縮んでですね、でもベルトも新しく新調しましたと。でこれもですね、うちもレザー姫路本陣っていうその革の製造業をやってますけども、その革の製造業のところでですね、まあそうですね、ベルトを新調して、そのベルトも余分なところの穴がないようにですね、一番緩くした時に今の僕の腹に収まるような形で、そういうサイズで作っていただいてますと。はい、で、まあ、その穴がまたさらに 何個縮んでいくかっていうのも楽しみなんですけども、まあ本当ですね、だんだん怪しくない、まあ、要は効き目がすごいんですよね。効くだけだったらもうなんじゃそらってもうすごい怪しい商品だなということで僕も最初思ってたんですけど、使ったらもう使った2日目でもう長年くる、まあ、傷んでたその腱鞘炎ですねの痛みが2日で取れちゃったんですよね。僕の場合取れてしまって、でそうですね、あとはもう本当、まあ、痩せてきたもそうですし視力が上がっちゃってるんですよ。もともとスマホをずっと見ててパッて見たら
あの焦点が合う時間がなかなか焦点が合わない時間が長くかかってたんですけど、それが昔に戻ってますね。だったり視力が、間違いなく上がってるっていうようなこともありますし、まあ本当まあ、肌も多分というか、まあ男の肌がどうという人もあれですけど、ちょっと僕の肌も綺麗になってるんですけど、あと妻にも使ってもらってて、妻の肌ももうむちゃくちゃ綺麗になっちゃってますね。で女性の方はですね、そうよく聞きます、肌が綺麗になったっていうことで。でこれもやっぱり筋肉に張りが出るんで、もう基礎代謝が上がるなりして老廃物が出るなりですね、まあ、筋肉量が増えるってことで、まあ、シワが減ってですね、まあ、シワがなくなって、そうですね、まあ、肌に張りが出てくる、まあ、ツヤが出てくるみたいなことが結構報告としては上がってるとか。でそういう実例もそうですけど、そうですね、今このアルファネスという商品でですね、これがですね、もともと特許の出願をされてたんですよ。はい、でこのアルファネスっていうのが堀内雅也さんという方がですね、開発をされてて、まあ、25年間ですね、もう医療機器メーカーにお勤めで、エンジニアとしてお勤めだった方が、もうサラリーマンとして給料をもらいながら、でその給料の中から自費で研究費を出してたと。それで自分がやりたい研究をずっと25年間続けて、ようやくたどり着いた商品がこれっていう、そういう商品になるんですけども、で元々ですね、その堀内さん自身も特許を申請されてたんですけど、あれですね、まあ、なかなかコロナ禍でですね、その申請が止まったりとか、あと、まあそうですね、資金的にもですね、そのアルファネス今回2っていう商品、アルファネス2という商品なんですけど、1ですね、初号機の時にちょっといろいろ騙されてしまったりとかですね、模倣品を作られてしまってですね、まあ、ちょっと裁判沙汰になってしまったとかですね、そういうようなこともあって、もうお金が本当にないという状況もあって、手続きがなかなか進まなかったという時に、まあ、もともとその堀内さんは令和の虎に出られて、でなんとかならないかってことで出たんですけど、まあ、怪しすぎる話でですね、僕もその配信会見ても、まあ、どう考えても怪しいし、出さないのが正解だろっていうぐらいの回になってますけども、でそれも僕も知っててですね、で、まあ、さらにこう連絡来てもですね、まあ、めちゃくちゃ怪しいなと思いながらも、現物送られてきて、で送られてきたところで箱なかなか開けれなかったですけどね、怪しすぎてですね、まあ、ただせっかく送ってもらってるから使って感想だけ言おうかぐらいの感覚で開けてつけたら、腱鞘炎がパッと取れちゃってですね、痛みが取れて、なんじゃこりゃっていう話で、なんでなんすかみたいなこと言ったら、神経、自律神経を整えていくんですみたいな話をいただいて、いやじゃあこれ紹介しますよみたいなことだったんですけど、流れで総代理店までやってると。はい、で総代理店をやらせていただいて、でもう決まってからまだ2ヶ月経ってないんですけど、この2ヶ月の間も劇的に変わっててですね、 YouTube 上もまあそうですね、ライブ配信させていただいて、そうですね、そのライブ配信の2回目のライブ配信の内容は今もアーカイブされてるんで、もしよかったら見ていただいたらいいんですけど、まあすごいんですよ。要は使っていただいたらすげーってなるんで、なので今47都道府県にそれぞれ各社決まりましたと。はい、2回ライブをさせていただくことで、もう47都道府県にその担当いただく代理店が決まりましたと。もう皆さんに使っていただいたらもうこれ売れるなって思っちゃうんですよね。まあそれぐらい効き目がすごい。でもう実際にこの 1,2 ヶ月の間もかなり売れてきてます。でもうそんなに早く売れるとも思わずですね、もうウェブサイトも作りながら、ショッピングカートただもう制作中のウェブサイトにですね、クレジットの審査をするために一応公開にしてたみたいなウェブサイトからもバンバン注文が入ってしまってですね、まあ本当大変な状態になってるんですけど、まあ本当使えばわかるっていう商品だったんですけど、ただ聞くだけでは怪しい。で使った方がいかに効果があるって言ったからってやっぱ怪しいんで、なので特許権をちゃんと申請しようと。でとまあそうですね、国内の特許権を申請されたのが止まってたっていう状況を、もうどうせ止まってたんだったら国際特許に切り替えようということで、この 1,2 ヶ月の間でかなり売り上げが上がったので、その上がった予算をですね、もう全部エビデンスの方に突っ込むと。まあ、こんな怪しい商品はですね、もうエビデンスがあってこそだと思うので、まあ、そういう意味で特許権とですね、あと衣装権ですねについても国際出願をして、今そうですね、その手続き中ですということと、あと第三者機関ですね、機関、はい、第三者機関による臨床試験ですね、はい、をやってますと。
でこれもですね、あの今の途中経過としたら、あの14名中14名にポジティブな効果があるというような、そうですね、そういった臨床試験の結果をまた報告できるかと思いますと。はい、そういう状況になっているのと、あとお医者さんですね、医師だったりとか 薬機法管理者、弁護士さんとの提携も、まあ、今着々と進んでいるところですということと、あとですね、今後ツイッターとかフェイスブックの方で呼びかけていくのが、あのモニターですね、あの動画を撮らせていただきたいんですね。でこれがですね、まあ、面白いほどに効果が出ちゃうんです。でそれがあの人生を劇的に変えるぐらいですね。あのうちの、まあ、広島の母親にも使ってもらったら、あの膝が痛くて正座できない、まあ、座れないって言ってたあの母親がですね、今座れるようになっちゃってるんですよね。っていうこともありますし、まあ、母親も痩せたって言ってます。だったり筋力量が上がってると明らかにっていうようなことも言ってますし、まあ、座れない人が座れるとかですね、あとは四十肩五十肩で肩が上がらない方がもうスッと上がるようになっちゃうんですね。っていうことがあのもう起こってしまってるんです。あのなぜかとかエビデンスはまたこれからどんどん追加するとして、実際にあのそうですね、まあ、そういう方が続出してるという状況なんで、それを体験動画としてどんどん収めていって配信していけば、あの、まあ、私も肩が上がらなくて困ってるとかですね、あの膝が痛くて腰が痛くてっていう、あのいろんな全身の痛みという痛みが結構取れちゃうんですよ。はい、これは神経系の痛みが取れちゃうんですよね。で、まあ、取れたっていう方が多いっていう事実が今あるということでですね、あのそうですね、骨が歪んでるとか、あとはもうあの筋肉が断絶してるみたいな状況があれば、神経とまた別次元の話なんで、そういう痛みは取れないですけど、そうじゃなくてですね、まあ、古傷が痛いとかですね、あと腱鞘炎なんかももうそのリアルにそうらしいんですけど、あの物理的に何かのあの衝撃が加わってるわけじゃないのに、あの痛い時があるっていうような、これも神経の問題らしいんですけど、そういう痛みっていう痛みがどんどん取れると。で僕がですね、昨日ちょうどあの税理士とですね、うちの会社の提携してる税理士がいるんですけど、あのその税理士とあの飲んでてですね、で飲みながらこれ外して、でこれもうあの腱鞘炎で痛いって言うんで、彼がですね、なのでこれつけてみてっていう話でつけてもらったら、もうその時間で 治りましたね。その1時間だけでその痛みが完全に取れちゃって、でなんならその翌朝というか、まあ、あれですね、夕方ですけど、本当これ今日の夕方にメッセージいただきました、昨日ありがとうございましたということで、朝起きても 100% 完璧に痛みが消えてるというメッセージいただいて、まあ、こういうことがあの続出してるんですよ。で僕が今2ヶ月やってて、使ってもらった方の中であの全然効かないっていう返答をいただいた方があの1人しかいない、はい、でその1人しかいない中でも、その方すらあのよくよく使ってたらあの効果が出てきたということで、あの結局代理店をしていただいている方がいるんですけども、まあ、本当ですね、なのでもみんな効果が出ちゃってるんですよっていうことがあるので、まあ、ぜひですね、あの体がどっかが痛いとかですね、あともこれ心身の悩みでですね、あのまあ、アルツハイマーとかもそうだし、イライラしやすいとかですね、まあ、あと睡眠不足がどうとかですね、まあ、本当上げ出したらキリがないぐらいどっかがしびれてるとかですね、そういうようなことに、まあ、聞きまくる聞いてしまうもので、47都道府県に代理店が決まったんで、あのぜひですね、興味ある方はその正規取扱店ですね、また一覧でずらっとどんどん出てくるので、またお問い合わせなりですね、現物を手に取っていただいたらいいなということで本題に入らせていただきますと。はい、どんだけかかってんだって話ですけども、まあ、要はいろいろやってると、はい、僕が事業多角化をあのいろいろしてる中で、まあ、その一例をずらずらちょっと挙げさせていただいたというものになるんですけど、あのこれもですね、僕も前何個やってんですかって言われたらですね、まあ、10個とも答えれますし30個とも答えれるんですよね。あの、まあ、くくり方がわからないっていうような状況があるんですね。あの物流販売とかでもですね、まあ、蜂蜜もやってますしコーヒーもやってますしとかですね、あのまあ、いろんなことをやらせていただいてるんですよね。で、そうですね。あと社会福祉っていうふうにくくらせてもらってますけど、あの障害者グループホーム今こう6棟やってて、でそれを移動支援ですね、あの移動支援っていう事業がまたさらにその社会福祉の中にも加わるとかですね、あとまあレザーですね、あのこういうベルトもそうですし、ネクタイもそうですし、グッズを製造するっていう部分もあれば、あの革自体の製造からも携わってる部分も、まあ、あるんですけども、まあ、そういう OEM の革製品の OEM の事業をやってたり、あとまあそうですね、まあ、物流販売、先ほど言った蜂蜜がどうとかですね、そういう
あの貿易関係という事業もいくつかやってますと。であとですね、これここが一番僕の利益が多いところですけど、営業代行ですね。あのよその商品を売る、自分の商品も売るんですけども、あの、まあ、お客さんの商品ですね、特に、まあ、コンサル先の商品を売ってることが多いんですけど、あのそうですね、よそ様の会社の商品を売ると、売ってなんぼくださいねっていう完全歩合制で、そういう営業代行みたいなこともやってますと。はい、あ、ただ新たな商材を受けてないですからね。はい、で、まあそうですね、そのよく知った商品じゃないとなかなか自分も、まあ、売りたくない、紹介したくないということもありますし、うん、まあそうですね、まあもう お金がすみません、自分も生意気なこと言うんですけど、あんまもう稼ぐ必要がないので、あまりこうやり取りがですね、あのそうですね、やることが増えない方がいいかなというところで、はい、もう新規は受けてないという感じですね。でコンサルもですね、コンサルも新規受けてないどころかどんどん減らしていってますと。でそのあたりも今日のこれから説明していく内容にも入っていくんですけど、あと、まあウェブ制作ですね、このあたりはあのウェブ制作もそうですし、ウェブマーケティングもろもろやってますと。で不動産に関しても賃貸業ですね、あのいくつか不動産持ってて、もう今もですね、もう姫路市内ばっかりですね、もう2桁を超えるそのそうですね、筆数のですね物件を持ってますというようなところまで行って、まあそうですね、いくつかは貸してると。自分がやってる事業 の物件はもう基本的に自社でですね、もともと賃貸だったところもその派遣業みたいな形で、まあ、解約してどんどん買っていってるとかですね、うん、まあそうですね、もともと令和の虎に出てた頃はそのいろんなところに投資したりとか、まあ、その他のですね、まあ、番組外でもですね投資したりもしてたんですけど、まあ影響大きいというか、まあ、令和の虎も出なくなったってこともあるんで、まあ、そのお金がダボついてるっていうところをどんどんあれですね、もう自分で不動産買って賃貸だったものを、そうですね、自社物件に切り替えてるみたいなことは最近よくやってるかなというところですかね。で、まあ、そういう意味でも不動産が増えて賃貸業も増えていく。で解体工事っていうものもあの、まあ、ウェブサイトも構築してですね、はい、それの、まあ、ブローカーみたいなことをやってたりとかですね、で曲がりでバナナですね、これはもうフランチャイズに参加させていただくっていう形で、参加させていただいてるであるとか、あと人材派遣業ですね、労働者派遣の許可も取ってるのと、あと紹介派遣も取ってるってことと、あと特定技能外国人支援というものがあってですね、その支援機関にも、まあ、認証をいただいてるという状況がある。であとはそのこのアルファネスですね、10代のノウハウですね、健康的な10代のノウハウを真剣に伝えると、はい、そういう商品も新たにさせていただいてるとかですね、まあこれ今も言えてないような細々したやつも あるんですけど、あのまあ要はいろんなことをやってると、はい、いろんなことをやってて、でただですね、これがすごいって評価いただける方とすごくないって評価いただける方、まあ、される方もおられると思うんですけど、あのどれもですね、あの数十万から数百万を月間で利益が上がるっていう商品、あそういう事業ばっかりなんですよっていうものをこれだけ並べれてる人も少ないのかなと。ただですね、利益が毎月何億とかですね、まあ、そういう方もまあ世の中いっぱいおられるじゃないですか。っていう方からしたら、まあ何をちまちまといろんなことやってんだっていうようなことにもつながりかねないんですけども、まあ一応自分としたらですね、まあ自分ができる範囲のことを、まあ着々と、まあ自分の興味があることをですね、着々と積み重ねた結果が今の状態にあると。はい、なのでスモールビジネスを起こす、そのスモールビジネスを多角化させていくってことに対しては、まあ、僕自身はまあ自分で実践してるんで、それは僕はどうやってますよっていうことはお伝えできるかなということで、ちょっと具体的にお伝えをしていきますけども、事業多角化がうまくいく方法ですね。これはもう端的に言うと、仕事をする経営者になれば OK だっていう話なんですね。仕事をする経営者ですね、でそれを仕事をする経営者になるためにはどうしたらいいかって、ちょっと3つのテーマに絞ったんですけど、あの属人的ビジネスをしないっていうことと、あのウェブや組織で仕組み化をするっていうことと、スマホ1台で管理をするっていうことができれば事業の多角化がうまくいきますよっていう話ですね。でその仕事をする経営者ってなんだっていう話なんですけど、はい、で僕はですね、その仕事っていうものがですね、まあ、明確に定義を決めてて、似たような言葉で作業とか管理っていう言葉もあるんですよね。あの作業する作業者っていうのは何をするかって言ったら、決めたことを繰り返すですね。決めたことを繰り返す作業をする人っていうのを作業者っていうふうに呼んでるわけですけども、あの経営者は名ばかりでですね、作業やってる方っていうのもまあ結構いるじゃないですか。もう作業やってるような経営者だったら事業の多角化はなかなか難しいですよねっていう話ですね。なので作業じゃなくて管理じゃなくて経営をやりましょうと。で、その管理者ですね、管理っていうのは何だと言ったら、繰り返せるように、決めたことが繰り返せるように管理をする人が管理者だと。
はい、でこの管理もまあ、経営者管理であれば経営者が幾分やる分は構わないかと思うんですけども、まあ、ただそれも最小限に留めておくべきだと。で自分じゃなくても管理ができる人がいるんだったらその人に任せるべきかなと。で自分自身は何をするべきかといったら何を繰り返すかを決める人ですね。何を繰り返すかを決めるっていう行為自体を仕事っていうふうに呼んでるってことですね。はい、なので経営者は仕事をしましょうと。仕事をする経営者になれば事業の多角化はやろうと思ったらできますよっていう話ですね。はい、で3つのテーマのうちの1つ目ですね、俗人的なビジネスをしないっていうことなんですけど、作業や管理は自分じゃなくてもいいっていうものを選ぶんですね。まずはビジネスの選択が大事だってことですね。はい、作業や管理は自分じゃなくてもいい。作業管理で経営とあってですね、自分は経営だけをやるべきだと。はい、で、なるべく誰でも替えが利く状態ですね。はい、誰でも替えが利く状態のことをやるべきだと。はい、でむしろ自分じゃない方がいいと。で自分は無能な方がちょうどいいかなと思ってると。で僕はですねウェブ制作の事業をやってるくせにウェブ制作できないんですよ。はい、でワードプレス開いてテキスト変えるとかですね、まあギリ画像差し替えぐらいはできるんですけど、まあ、それ以上のことは僕はできませんと。はい、でまあできないからこそ経営ができるんですよね。はい、なんなら管理すらできないですからね。まず言ったらワードプレスも、まあ、ろくに触れない人間がですね管理すらできないです。はい、なので管理も任せる、で作業も任せる、だから経営をするっていう状況になってるわけですね。であるとか、まあ、あとレザーの事業であっても、まあ、僕もミシンの練習とかもして、まあ、自分のアイテムぐらいは自分で作れる、まあ、ちょっと趣味でですねやってたりするんですけど、まあ、なかなかアイテムをきれいに作ると、はい、いうところまでは技術的にはないと。なので技術のあるスタッフがやってもらう、作業も管理もやってもらう。で、グループホームに関してもそうですね、まあ、自分は福祉の経験があるかって言ったら、まあ、言ったら福祉の経験今まさに経営をする中では積んでいってますけども、は初めもう完全にゼロですからね。経験がゼロの状態から福祉の事業を始めて、そうですね、もうその経験がある人ですね、技能がある方を採用することで回してるということがあると。なので作業管理は自分がやらない、経営に徹するっていうことをやるべきだと。はい、むしろ自分じゃない方がいいんですよと。自分は無能な方がちょうどいいということですね。であとはまあなるべく真似されにくい、これはすごく大事なところかなと思うんですけどね。はい、参入障壁がある事業を選択するべきだと。でどういう事業が参入障壁があるかって言ったら、人脈ですね、自分の人脈ならではでできる仕事っていうものを選ぶべきだったり、あとその仕事の流入経路ですね、日々来る仕事っていうのが自分が構築したウェブサイトだけじゃなく自分が構築した人脈関係の中で次々と仕事が入ってくるっていう中で仕組みを作っていくんだったら、なかなか真似されにくいですよねと。自分ならではのことができてますよねってことですね。であとは、まあ、認証制度があるとかですね、申請しないと何か認証、まあ、国なら国に認証を受けないと、始めれないようなもので、グループホームもそうですし、うちの場合だったら派遣業、紹介派遣、特定技能、外国人支援機関とかですね、そのあたりはまあ、国に申請をして OK だっていうふうに言われないとできないような、仕事であればあるほど参入障壁があると。はい、であとはまあ資格ですね。僕はまあ全然何の資格もないですけど、まあ、資格をお持ちの方だったらその資格を生かした事業っていうのはなかなかそれ一つの参入障壁になってますよねとかですね。で、資格じゃなかったとしても技術技能が高くないとできないとかですね、あとはここの立地じゃないとできない、でこの歴史がないとできないとかですね、あとは大口の初期投資がないとできないみたいなことがあれば人が入りにくい、参入障壁が、まあ、ある事業、参入障壁が高い事業だっていうふうに言えるかなと思うんですけどね。でなるべくそういう事業を選択すべきですね、せっかく仕組みを作っても人に持ってかれたら嫌じゃないですか。なのでなるべく真似されにくい事業を選ばれた方がいいかなと。はい、まあ、よそで真似されたとしても自分の分が取られるわけじゃないっていうのだったらいいんですけどね。はい、もう自分の事業、自分の仕事が取られにくいような、事業を選択するべきだと。でそれもなるべくフロー型よりもストック型のビジネスにすべきだと。定期的な収入がずっと見込めると。で実はですね、この革の製造、まあ、ネクタイなりベルトなりバッグなり、まあ、財布とかいろいろ作ってますけども、それも一般的なそういう製造業なりですね、まあ、うちハンドメイドで作ってるんですけども、ハンドメイドで作ってるってなったら注文、個人の方から注文いただいて納品する、まあ、このパターンもゼロじゃないんですけども、ほぼほとんどが B2B でもう事業者に対してしか売ってないんですよ。
で、例えばこれベルトはこれ新商品、僕がベルトを作ってくれてて新商品してもらったんですけど、このベルト一つでもですね、あの企業名入れたりとか、ブランド名とかですね、そういったものを入れれるんですよ。で、入れたものを納品するっていう OEM ですね、OEM だったりノベルティの仕事をなるべく受けるようにしてるんで、そしたらあの企業さんがですね、一つのアパレルメーカーの方がオリジナルのベルト作りたい、オリジナルのネクタイ作りたいって言ったら、それにお答えをして、じゃあそのブランドさん の, あのロゴを入れる、そういう屋号なりですねを入れることで納品する。そしたらそこがどんどん売ってくれたらですね、アパレルならアパレルのお店で売ってくれたら、それ売れたものに対してまた追加であの発注が来るというような仕組みを構築していると、これが僕はストック型の一つだというふうにも思ってるんですけども、いろんな人に売り続けないといけないってなったら自転車操業に近い状態になるんですけども、同じお客様に対して定期的に勝手に売れるんですよねっていう状況があると、あの雑貨屋さんのオリジナルグッズを、革のグッズを作ってもらったら、雑貨屋さんで物が売れるたびに勝手にうちに発注が来るっていうような仕組みですよね。Apple Watch のベルトのブランドを一人の方作っていただいたら、その Apple Watch のウェブサイトからですね、注文が入るたびにうちの商品がとかですね、あと Amazon の、そうですね、Amazon プライムなんかもうち結構商品出してるんですけども、Amazon なんかもそこで売れてくれたらどんどん追加で、もう毎日朝5時ぐらいにですね、今日の発注ってことで、そうですね、日々注文が来てるとかですね、そうやって、自分で売るんじゃなくて売る人をいっぱい見つけてくることで、つながることで勝手に注文が入ってくるっていうような仕組みを作ると、安定しやすいかなとかですね、そういうフロー型のビジネスをどんどんストック型のビジネスに寄せていくっていうこともやっていくべきだと。で、そういうことができるようなビジネスを選択するべきだと。で、そういう、そうですね、ビジネスの選択ができれば、正しいビジネスの選択ができればとことん仕組み化をすると。で、それをどうするか、ウェブや組織で仕組み化をしていくわけですけども、この仕組み化をするのは自分自身がやるべきことと、経営者の仕事、これが経営者の仕事だと。作業管理はやらない、むしろ自分じゃない方がいいっていうような仕事をチョイスすべき、ビジネスを選択した上 でその仕組みを作るのは自分だと、経営者の仕事として、とことんやると、でこれはですね、仕組みを作るっていうことは終わりがあるんですよね。作業とか管理っていうのは終わりがないんですよ。もうエンドレスに一生動き続けないといけないっていうような、そういう性質を持ってますけども、その一生動き続けないといけないのに単価が低いんですよね。作業とか管理っていうのは低いわけですけども、この仕組みを作る、どうやって作業するか、どうやって管理するかっていうのを決める経営者っていうのは一番単価が高くなるわけですよね。でその単価が高くなる部分、どういう仕組みで回すかっていう部分に、もうとことんエネルギー、時間ですね、これを割いて、考えていく、やっていくっていうことですね。でそれをどうしていくかって言ったら、一つはマニュアル化ですね、マニュアルを整備することでどんどん仕組み化されていきますよってことだったりとか、あとはですね、もう IT でなんとかなるものはもう IT でやりましょうと。で、Excel っていうのも、仕組み化の一つのツールとしてはかなり優秀だと思いますし、あと Web で完結ができるものは Web で回してしまうとかですね、その他システムを組んでなんとかなるものは、で最近で言ったのも AI とかを使うことで仕組み化ができるものがどんどん増えてますよねと。なのでこういう文明の利器ですね、はどんどん使っていくことで仕組み化をすれば、もう低コストでですね、ミスもなく、人為、そうですね、人が返せば返すほどもうミスっていうのが増えるんで、もう人間よりも優秀なですね、そういうシステムを、AI をとかですね、どんどん活用をすることで仕組み化をやっていく。ただそれでも賄えない部分がどうしても出てくると、これも事業によって、その人じゃないといけない割合が多いところと少ないところ、もうなんなら無人でできるような事業もいっぱいありますけどね、ただそうですね、無人でできるやつは無人でやってしまう。で、もうパソコン、もう AI システムでできるものは全部そっちでやってしまって、残ったものを人でやるっていう考え方が大事かなと。で、むしろあまり人が介さなくてもいいような仕組みをとことん考えるってことも、大事かなとは思うんですけどね。ただ、もちろん人でやらないといけないところを人でやると。で、そうですね、AI に仕事を奪われるとか、機械に仕事を奪われるみたいなことが結構テーマになったりとかですね、ニュースとかでもやってたりしますけど、YouTube 等でもですね、配信されてたりして、僕も動画見たりしますけど、これも経営者の立場だったら関係ないですからね、関係がないどころか、AI とか便利なツールが増えれば増えるほど、コストが下がるだけなんですよね。
はい、あのチャット GTP とかもそうですけど、僕も今使ってますけど、かなりコスト下がりますよね。なので、そういう文明の利器なりですね、もうどんどん時代が進化するたびに奪われる仕事の方 もちろんおられるでしょうけど、まあ、今回のこの動画をちゃんと理解して実践できる人っていうのは、むしろ時代が進めば進むほど儲けやすくなっちゃうんですね。っていうことがまあ起こってしまうのかなと思いますと。なので、そういうシステム関係 AI とかもフル活用できるだけどうやって組み込んでいくことで、そうですね、優先的に仕組み化ができるかってことは考えるべきかなと。うん、まあそうですね、まあ、ここに機械っていうのも入れてもいいかもしれないですね。機械化できるものを人がやる必要はないじゃないですかっていう話ですね。うん、ただあの革のグッズなんかはハンドメイドを売りにしてて、まあ、人間って人間が好きなんで、まあ、やっぱり人間がやった方がいいっていう方に対してお届けするっていう商品ももちろんありますからね。だからあえて人間を残す、スタッフを残すっていうことを、まあ、やる事業ももちろんあっていいでしょうと。はい、でそうじゃない事業はもう完全に、要は人がやっても意味がないようなもの、お客様にも別に伝わらないとかですね、っていうようなものはもうどんどん機械にする、もう IT にするっていうことをやっていくべきだっていう話ですね。はい、でどうしても残ったその人の仕事を任せるときに、これも多角化ができない方の特徴っていうのが、人が信じれないんですよ。はい、人が信じれない方っていうのは事業が多角化ができないと。でこれがですね、まあ、ちょっとしたミスとかですね、自分と同じレベルの仕事ができないからとか、要はこれは能力が高い人だからなんですよね。僕みたいに能力が低い人っていうのはもう自分がそもそもできないので、なので人がやっててできなかったりミスがあっても、あ、まあそれはそんなもんだよねって思って、まあ、慣れたらできるようになるよと、はい、っていうような感覚で接することができれば、スタッフに接することができれば、まあ、怒ることもしなくてもいいですし、まあまあっていう感じでですね、まあ、怒ってしまうと、叱ってしまうとですね、なかなかモチベーションって続かなかったりもしますし、で、まあ、なんなら自分でやっちゃうってことをやったら、まあ、逆戻りで、まあ、要は作業者一直線ですよね、っていうような考え方になっちゃうといけないので、もう人を信じて任せると。まあ要はできない人は、僕はですね、基本的にできない人はいないっていうところから、まあ、物事を発想してですね、どうやったらできるかってことを考えて、まあ、それでもダメな方っていうのもそれはどうしてもいますけど、ここで大事なことがですね、まあ、ここちょっと書いてなかったですけど、承認感謝愛ですね、僕はもう常々これは言うんで、まあ、YouTube 上でも何度か登場している言葉ですけど、人を承認できる人っていうのは、まあ、承認されますし、で人を感謝できる人っていうのは感謝されますし、人を愛する人で、愛することができる人、まあ、要は許すことができる人ですね、っていうのは許されると。はい、この承認感謝愛の心を持っている人だったら、要は何のミスがあっても最終的にはうまくいくんですよ。最終的にはうまくいく、要は感謝できない人って責任感がないんで、まあ、これちょっと説明したらまた長くなっちゃうんでいいんですけど、責任と感謝って表裏一体の言葉になってるんで、責任感がない人っていうのは感謝できないん で、で逆に言うと感謝できる人は責任感があるんですよね。なので、まあ、少々今ミスができなくて能力が低いとか、まあ、やったことないからどこをチェックしたらいいかがわからないからミスが連発してたとしても、それでもですね、人に対して感謝できる人っていうのは絶対できるようになるんですよ。はい、要は自己責任だと。はい、教えてくれないからできんわっていう人はなかなか成長しないんですけど、まあ、自分が悪いからなんとか成長しないといけないって思ってくれる人だったら、要は感謝できる人だったら成長してくれるのでっていうふうに信じてあげるってことですね。で信じる対象、承認感謝愛ができてる人、もうできてない人はどんだけ信じてもできないんですけど、できないんですけど、承認感謝愛がちゃんとできてる人、はい、まあそうですね、要は人間的に素晴らしい方っていうのは、まあ、信じてあげてですね、少々のミスがあっても任せてあげたらいいのかなと。でそういう余裕が必要だってことですね。で、まあ、いい人だったとしても、承認感謝愛ができているいい人だったとしても、余裕がないとなかなか許せないですよねと。はい、でこれがですね、もうお金の余裕ですね。もうお金がカツカツでやってたら、まあ、1時間長く仕事されたらちょっともうきついとかですね、ミスされたらその分指摘する時間と、また直してまたチェックしてとかですね、その時間がもったいないじゃないかみたいなことになってきて、だんだん時間もなくなっていて、心もどんどん余裕がなくなってくるみたいなことが起こるんですよね。なのでちゃんと余裕めの期間、時間を空けて、でも自分の心自体も穏やかな状態で接することができないと、人はなかなか育てれないですし、まあ、任せることができないですね。で任せることができなかったら自分がやるしかなくなっちゃうんで、で作業者一直線ということになってしまうと。はい、なので人を信じて任せる余裕が必要だというところで、あとその、まあ、最後のもう一個のテーマですね、スマホ1台で管理をするということですね。まあ、これもまあ文明の利器を使うということですけど、はい、仕組み化する、まあ、その管理の仕組みを IT 化する、スマホ1台で完結させる、
で、クラウド上で使える業務管理ツールっていうものが世の中いろいろあるん で北側おすすめなものがトレロっていうものがあるんですけど、このトレロについては、まあ、別動画でですね、まあ、過去の動画遡ってもらったらトレロについて使い方解説してる動画あるんですけど、まあ、そちら見ていただくと。でトレロじゃなくてもいいんですけど、まあ、要はクラウド上で使える業務管理ツールっていうものをフル活用するということができればいいと。でもう自分の頭の中ってたかが知れてるんですよ。でもう管理できる量が知れてて、今日言ったことも明日忘れちゃってる可能性があるんですよっていうことがあるので、まあ、何でもかんでもメモができたらいいんですよね。でそのメモが消えなかったらいいんですよ。紙にメモしたらどっか行っちゃうんですが、行っちゃうじゃないですか、その紙がっていうことが起こるので、だからこそですね、もうウェブ上にメモするっていうことをやればいいっていうことなんですね。でそうすることで、ツールを使うことで自分の脳を拡張したような状態を起こすことができるとかですね、まあ、それだけじゃなくて、あの口頭でほうれん草してる会社ってもう最悪で、あの仕事どこまで行ったっていうことを会社に行ってもう対面で確認してるような会社ってもうやばすぎてですね。で、まあ、それがどこまで行ったかっていうことがメモしてあったらいいんですよね。自分がやってること考えてることをメモするってこともしたら、そしたら自分が言わなくてもスタッフが見たら経営者が考えてることが分かるであるとかですね、スタッフがやってること進めてることをちゃんとメモしてくれてたら、そのスタッフが何をやってるかっていうことがちゃんと管理することができる、経営を次の経営でですね何をやるべきかことがあるかっていうこともですね、経営判断がもう素早くできるっていうことがあるので、口頭でのほうれん草っていうのはもう無理というかもう絶対もうおかしい、はい、時代的におかしい、時代遅れで、あとですね、経営計画を作ってる会社も僕はかなり時代遅れな気がしてますと。経営計画書なんか作らなくてもトレロとかですね、業務管理ツールがちゃんと整理されてる状態、それがまさに経営計画なんですよね。でわざわざ別個で Excel で経営計画書とか作らなくてもいいんですよ。まあ、銀行とかでお金借りるんだったら別ですけども、そうじゃない経営計画書をですね年に1回作って経営会議みたいな、まあ、その経営計画発表会みたいなことやってる会社っていうのは僕はちょっと、まあちょっと古いかなと思ったりはしていると。であとですね、あの議事録っていうのも、あの議事録が別であったらその情報が流れていっちゃうんですよね。はい、フローの書類になっちゃうんですけど、あのトレロなりですね、そのクラウド上でのその話し合った内容も全て業務ごとに整理して、あのもうそうですね、何をやるべきかっていうことをコメントできたらそれで整理ができちゃうんですよね。で議事録を別の用紙で書いてしまうと、それをまた整理し直して現場に落とし込まないといけないっていうことがあるんですけど、もう会議しながらいきなり現場に落とし込むようなメモをしていけば、もう議事録っていうものを飛ばすことができるかなとかですね。なので口頭のほうれん草、経営計画、議事録をやってるような会社っていうのは僕は時代遅れで、時間がかかりすぎて管理もややこしくなるんで、もうリアルな会議ですね、要は対面でやらないと何かが進まないとかですね、経営計画がないとダメとか、議事録を作ったら作ったでまたまとめないといけないとかですね、もう議事録なんかも誰もまあスタッフなんか見てないですもんねっていうような、まあ、まあ、そんな、まあ、見ますけど、見たとしても流すだけですよね。しっかり見てるスタッフなんかそれは少ないであろうというふうに思った方がいいですよね。で、そういったことがですね、全て野暮で時代遅れのことなんで、これもトレロで一本化して、管理をすべきだということですね。そういうことができればできるほど、あの事業の多角化がしやすい。でこれ要はですね、あのクラウド上にホワイトボードでペタペタやると、ホワイトボードにですね、なんか付箋になんかやることをメモしてペタペタ貼ってる会社って、まあ、あるじゃないですか。まあ、昔よく見たかと思いますし、今やってる会社もあるかもしれないですけど、まあ、ホワイトボードになんかまあマジックで書くとか、付箋でペタペタ貼るとかですね、そういうことをあのクラウド上でやるってことなんですね。ホワイトボードに書いちゃうと、その現場に行かないと、会社に行かないと、そのホワイトボードの状態が見えないんですけども、あのスマホ上で、クラウド上でメモすることで、スマホ見たら、パソコン見たら、もうすぐに分かるんですね。いつでもどこでも分かるっていう、もうペタペタやるメモをクラウド上に持っておけばいいと。そしたら、やるべきことをメモしたら忘れないっていう状態が起こるっていうことだったりですね。で、あと誰がいつどのように進行してるかっていうことを、あのその付箋のメモにですね、クラウド上のメモにもうスタッフがあちこちからこうコメントをするのでっていう状況を作ればいいんですね。っていうことを作れたら、あのもうスマホ1台で経営管理ができる、管理可能な状況を作ることができるので、それができればですね、できるからこそあの、まあ、10以上もですね、あの事業を多角化しても、まあ、やっていけてると、はい、でいうことが起こってますと。でまあまあこんな感じでですね、まとめますと、その3つですね、はい、
俗人的なビジネスをしないで、ウェブや組織で仕組み化する、スマホ1台で管理をするってことができれば、経営の多角化ですね、事業の多角化っていうのがうまくいきますよっていうことですね。で、僕もですね、もうさらにですね、まあもうそろそろ令和の虎に出演した頃にはもう一回事業をやめようかなと、事業の一線からまあ退いてですね、もう事業投資をする側に回ろうかなと思ってたんですけど、まあ令和の虎参加させていただいたことで、まあ頑張ってる経営者、今から頑張ろうっていう方たちを見てたら、自分ももうちょい やっていいかなと頑張ろうかなというところで、まあ今やり始めてるというところでですね、まあまたやってたらまたちょっと癖になっちゃってですね、もう今もあれですね、まあアルファネスもやりつつで、移動支援もやりつつで、その他も 2,3 まだ仕込んでたりとかもするんですけど、まあちょっとした、まあ、病気かもしれないですけど、まあ本当はあれですね、まあ、そうやって増えたとしても今の考え方があればパンクしないんですよね。要は自分が関わらないんで、作業管理には自分が関わらず経営だけやる、その経営っていうのは仕組みを作っていく、何を繰り返すか決めるっていうことをやるので、それが仕組み化されたらもう次いけるんですよね。もう手離れした状態で次の事業に行けてるから、次々と事業の数が増やすことができるっていう状態が起こってるということで、参考にしていただける方がいればぜひどうぞということで、いってらっしゃい。